岩田です。今回は TOEIC の模試の使い方について紹介をしていきたいと思います。私は2年間で470点から930点に上げたんですけど、まあ勉強内容としてはシャドーイングとかディクテーション、いわゆるありふれたものを結構してました。でも一つだけ徹底してたことがあって、それが模試の使い方です。まあ私はね、自分の模試の使い方っていうのを決めてやってました。ということで今回はその模試の使い方について紹介をしていきたいと思います。はい。で、皆さんね、本屋さんなど行って公式問題集買うと思います。で、その買った模試ですね、いわゆる模試のゴールって何だと思いますか？私の考えるゴールっていうのは、自力で全問解けるようになるっていうことです。なので最終的にはこの一冊完璧にしてやるぞ、自力で全問解けるようになるぞっていうゴールのもと使い方を決めてました。ちなみに自力でっていうのは、回答解説一切見ずに、また辞書も引かずにっていうことです。また全問解けるようになる、これはもう100点にするっていうことですね。で、これをできるようになるために私こだわりがあって、それが一冊を完璧にするっていうことです。だいたい模試とか参考書の使い方っていうのは2パターンあると思ってて、まず1パターン目が一冊を何週も何週もするパターン、いわゆる10週ぐらいするパターンですね。で、また2パターン目は参考書10冊ぐらい買ってきてそれを1周するパターンっていう、まあ、この2パターンに分かれると思います。ちなみに前者の方が確実に点数が上がります。一冊を何週も何週もしていく、これが点数が上がる秘訣になります。だいたい1週目だけだと解いてやり直しをして、その場では解けるから解けるつもりになっちゃうんですけど、結局1ヶ月後とか2ヶ月後の TOEIC 本番でそれが解けるかっていうと、忘れちゃって解けないっていうパターンめちゃくちゃあるんですよ。なので1週だけじゃなくて何週も何週もやり込んで、そして1冊を完璧にしていくっていうことが、まずはめちゃくちゃ重要なキーポイントになります。はい。では具体的に模試をどうやって解いていけばいいのかっていうのを3ステップで紹介をしていきたいと思います。まず1つ目は、できるところとできないところを区別するということです。まずね、模試を解いてて次に丸付けをするじゃないですか。すると当然丸のところもあれば×のところもあると思います。で、ちゃんと×のところには問題集にも大きくチェックを入れてあげてください。こんな風にできるところとできないところをね、区別をしてあげるっていうのがめちゃくちゃ重要です。まあ模試を解いてる時っていうのは、できるところを解いてる時、これは成長がないんですね。できないところをできるようにしてこそ点数が初めて上がるし成長するんです。なのでちゃんとできないところっていうのをピンポイントに見つけてあげて、そして克服するような学習スタイルにしてみてください。はい。では2つ目、できないところをできるようにする。これは今さっき間違えた問題にチェックをつけたじゃないですか、まあ、あのチェックがついた問題をできるようにしていくっていうことです。で、ここではじゃあできるようになったっていう基準何かっていうと、まあ、気になるじゃないですか。この基準っていうのは A が答えになります。なんで A が答えになるのかっていう理由を自分で説明できる、これができるようになったっていう基準だと思ってます。なので例えば友達に、これってなんで答え A になるのかなって聞かれたとします。で、これはね、こうこうこうでこうこうこうだから A が答えになるんだよってスラスラと自分で説明できたら、それはできるようになったっていう証拠だと思ってください。で、まあ、これをねやっていくにあたって、解説をこう読むだけで満足するとか見るだけで満足するっていうのは絶対にこう自分のものになったとは言えないので、ここだけは禁止しておいてください。はい。では3つ目、忘れないように復習をする。で、これはねもう一番大事かもしれないです。めちゃくちゃ大事で、人間って必ずね忘れる生き物なんですよ。でもこれはどんな天才であっても忘れるって科学的にも言われてます。でもこう友達の中で1ヶ月前に授業で習ったことを覚えてる友達もいれば覚えてない友達もいるじゃないですか。じゃあその差って何かっていうと、復習をするかどうかなんですよね。なので復習っていうのがめちゃくちゃキーになってます。で、私の場合は1週間の使い方として、月火水木金の平日がどんどん模試を解いていく期間で、土日の休日にはそれまでのことを復習する日にしてました。これがルーティン化してました。なので必ず忘れそうになった時っていうのは復習をしてください。定期的に復習する日っていうのをカレンダーに埋め込んでみてください。はい。ということで、模試の使い方を紹介していきました。で、本当にどんなに参考書を持ってたとしても、使い方次第で点数全く伸びない人もいれば、めちゃくちゃ伸びる人もいると思ってます。本当に使い方ってそれぐらい大事だと思います。ということで、かなりいいものを紹介したと思ってるので、実践をしてみてください。ということで、今後も TOEIC に関する動画上げていくので、ぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では。